日本東京都墨田区高等橋高等橋は東京都墨田区の地名。または東京都墨田区の大横側に架かる橋のことである。東京都墨田区の地名で旧本所区にあたる本所地域内にある。郵便番号は130-0022。近視町駅南口から江東区、境までを町域とする町である。近視町駅前周辺を近視町。 亀戸副都心に指定されたエリアで、鉄道駅名の影響もあり、禁止町と呼ばれる箇所も、ある。もしくは旧本塾に属していたことから、歴史ある本所の名を冠し、本所高等橋と呼ばれていることも、少なくない。現行行政地名は、高等橋1丁目から高等橋5丁目。本所地域の南部に位置し、高等区との区境にあたる。1920年代末頃の、 高等橋付近町名の由来は、大横側にまたがる、橋梁名に由来する。東京市電にも高等橋停留所があった。本所松城町一丁目から三丁目、本所茅場町一丁目から三丁目、本所柳原一丁目から三丁目と、本所近市町の一部で住居表示を実施、高等橋とした。2017年12月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東京都墨田区の大横側に架かる国道14号の橋。初代高等橋は1898年に架橋される。西岸の東京都墨田区緑4丁目と東岸の墨田区高等橋1丁目を結ぶ。現在の高等橋は1995年7月に仮設されたもので、 橋町20.8メートル、福三35メートル。河橋時点で河川が大横川浸水公園として整備されていたため、両側を狭めて橋本体の部分を縮小している。江東とは、江戸期以降、隅田川伊東の市街地を指す名称であるため、現在の隅田区と江東区の両方を意味する名称であり、以上が共鳴の由来となっている。ありがとうございます。